緊急で動画を回しております。アンチヒーロー、糸井一家殺人事件の真犯人が分かりました。誰が犯人かといえば、強いて言えば、糸井家の奥さんが犯人です。犯人といっても、毒物を入れたわけではありません。糸井家で使われた毒物はタリウムだと思われていました。しかし、鑑定結果は捏造され、今はボツリヌス菌ではないかと思われています。ボツリヌス菌といえば、食中毒でたまにあります。 ボツリヌス菌は自然界に存在しているのですが、低酸素状態になると毒性を高めます。だから、奥さんが使った食材の何らかにボツリヌス菌が強まった食材が含まれていたのでしょう。それを食べてしまったことによる食中毒事件です。一つ気になるのは、近所の方が言っていた来客の証言です。これがあったから殺人事件だと思われてるんですよね。この証言の信憑性がどれだけあるかです。 でも、一定時間いたのに犯人の痕跡が全くないというのはおかしな話なので、やっぱり食中毒事件だと思います。手短に真犯人のことだけ話したかったので、緊急で動画撮りました。また、詳しい最終回考察動画ありますので、よろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。